ゆくです。ピンク、ラテ、TB、始まるよ。イエーイ。はい、今回はですね、エコの1週間分コーデを紹介していきたいと思います。いろいろなシチュエーションに合わせたコーデを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。どうぞ。はい、このコーデはですね、大人っぽいコーデとなっています。中のレースは黒で締めて、でもこのジャケットのセットアップがとても大人っぽいポイントかなって思います。靴はブーツで足長効果を出しました。はい、続いてのコーデはこちらです。テーマはゆるっとお友達と遊ぶコーデです。足のこのフレアパンツが結構私のお気に入りで、トップスのこの重ね着風の1枚で着れるトップスもお気に入りです。はい、続いてのコーデはこちらです。スカーフを巻いて外したところと、あとはジャケットを少し肩を落として着たところがポイントになっています。ズボンもゆるっとしていてとても可愛いコーデになっています。はい、続いてのコーデはこちらです。これはふわふわモノクロ女子となっています。イヤリングはゴールドにしたんですけど、トップスは白でスカートは黒とモノクロなコーデになっていて、靴も黒で締めたコーデになっています。続いてのコーデはダンスに着ていくコーデになっています。私的に結構動きやすいのがパーカーで、私の好きなベージュを着ました。そしてハーフパンツも動きやすく、そしてこの厚底スニーカーも私のこのコーデのポイントとなっています。はい、続いてのコーデはこちらです。黒ガーリーなコーデになっています。黒のレースの靴と黒のスカート、そしてあとポイントはトップスの袖のゆるっと感と中にインした時のゆるっと感がポイントになっています。はい、続いてのコーデはこちらです。ベストコーデになっています。中はレースでちょっと雨っぽくしたんですけど、スカートがデニムでカジュアルにしています。靴はレースアップの靴で足長効果を出しています。はい、エコの1週間コーデはどうでしたか？今回は真剣にエコが1体ずつ組んだんですけど、皆さんも参考にしていただければいいなと思います。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。